メダルオブオナーエアボーンは、エレクトロニックアーツより発売されている一認証視点シューティングのゲームソフト。PC では第3作目、コンシューマーでは第9作目。日本国内では、プレイステーション3版は2007年12月20日に、Xbox 360版は2007年11月22日に発売された。PC 版は日本でアナウンスされていない。 各機種ともにオペレーションハスキーの1ステージを収録したシングルプレイデモがリリースされている。また、メダルオブオナー史上最大の作戦を最後に、本シリーズの音楽担当を離れていたマイケル、ジアッチーノが復帰しており、アルンヘム騎士団など過去シリーズの曲も数曲使用されている。1943年3月25日、チュニジア・ケロアンのアメリカ軍基地にて、陸軍の とある部隊の訓練が行われていた。部隊の名は1942年8月に空挺師団に改編された第82空挺師団。彼らは4ヶ月後に控えているイタリアのシチリア島で行われるハスキー作戦に向けて日々厳しい猛訓練を繰り返している。ボイド・トラバーズ上等兵もその訓練に参加している空挺隊員の一人であった。 タイトル通り主人公はエアボーンであるため、スタート時のパラシュートでの降下ではパラシュートを操作して、降下地点を選択することができ、建物の上や敵陣地の真ん中に着地することができる。着地時にはパラシュートにブレーキをかけるアクションがあり、タイミングによって着地に成功してすぐに行動できたり、失敗して遅れることがある。 今作では今までの作品と違いスクリプトによる演出が少なくなっており、ステージのスタートと同時に AI 同士が各戦区で戦闘を繰り広げる。そのため味方の援護に向かった時はすでに敵を全滅させていたり逆に壊滅している場合がある。今作では敵味方と,ともに AI の性能が大幅に強化されている。具体的には味方兵士は 従来のようなまぬけな行動を取ることがなくなり、遮蔽物に隠れて敵の攻撃を防ぎ、手榴弾の爆発から逃げるようになった。また、隙を見つけたら突撃を仕掛けるなどして敵を倒してくれるので後方からの援護がかなり有効になった。しかし、敵もこちらの隙を見つければ激しい攻撃を仕掛けるようになったので、遮蔽物に隠れながら、 隙をうを伺う戦法がより重要になっている。体力は4つのブロックに分かれており、ダメージを受けるごとに、ブロック内の体力ゲージが減っていく。1ブロックがなくなる前に一定時間ダメージを受けずに、いれば、自動回復し、消費したブロックは、マップに落ちている回復アイテムを拾うことで回復する。ステージの最初では、スタート時に携行する武器を選択することができる。手竜弾を含む、 各蛍光武器には、熟練度と呼ばれるスキルがあり、一定以上その武器を使い続けることによって、リロードが早くなったり、相談数が増えたり拡張したりといった、最大3回のアップグレードがされる。銃の撃ち方にこだわり、前作とは違い射撃ボタンが、R2 になった。特に狙撃銃の撃ち方にはこだわっており、トリガーをギリギリまで引くと主人公が息を吸い込み、神経を集中させ、 手ぶれを解消できる。またトリガーを離すと息を吐き出し、手ぶれするといったトリガーを引く楽しさが出ている。狙撃銃などでスコープを除いて倍率を変えたとき、すぐはっきり見えずピントボケする。前作とは違い、オンライン対戦ができるが、インターネットを利用しないオフライン対戦は削除されている。本編と同様に事前の武器選択が可能。 またにチームそれぞれ攻め方が違い、空挺部隊か陸戦部隊か選べるようになっている。空挺部隊は、スタート地点が上空で、パラシュートでどこに降りるかによって戦況が変わったりもする。陸戦部隊は、スタート地点が地上で降下してくる、空挺部隊を迎撃することができるが野戦だと、わかりづらい場合がある。どちらも戦略性を秘めている。ウィーンに残存する実際の放射報道。 本作のメイキングムービーによると、制作スタッフは実物の校舎報道を参考にしたというが、それがこれなのかは不明。名称はオリジナルサウンドトラックより、ありがとうございます。